今回は桜坂46セブンスシングルセンターはこの子かに対する反応を紹介していこうと思います。 TikTok の新世界動画に MBNSSS でタグがある1から6のシングルの頭っぽい。さらにこれに対し反応は、なるほど、10月18日にジャケ写公開しますよと。また上が匂わせてるのか、どんどん匂わせろ。3期生って表題に入るんか。3期入れるなら5人ぐらい入れないとインパクトないよね。センターって誰来るだろう。久々に表題森田さんのセンターが見たい。ラブ戦じゃなくてソロで。3期生入るとしたら村山ちゃんか山下ちゃんかな。センターは森田ひかる様か小林さん予想。文脈として綺麗なセンターは小林ゆいよな。レナカリン W センター、カリンちゃんセンター続投かな。3期表題センターくらいしか想像つかんな。スタオバでハードル上がりすぎて不安やけど、もし超えるなら森田さん足す誰かのダブルセンターが妥当かな。皆さんはどう思いますか。